今月14日、長野市の日帰り温泉施設で乳がんの治療経験者向けに特別価格で温泉が開放されました。まあ、知り合いの方が乳がんの方っていう方もちょっといたりして、あとまあテレビとかでもちょっとまあがんの特集とか見た時に、まあこういう乳がんの方たちがまあ一般のこういう大きなお風呂とかに公衆浴場とかに来るっていうのに抵抗があるっていうことをちょっと情報で聞いてまして、でまあそういうところの経緯からちょっと今回やってみたいなっていうのを思いました。乳がんの治療の基本は手術による切除です。そのため治療を終えても見た目に関する悩みを抱える人が少なくありません。今回は乳がん治療を経験した人が人目を気にせず温泉を利用できるようにとメンテナンス日に合わせて実施されました。嬉しいですよね。なんか気兼ねなく入れる感じ、あの経験者の方とかがやっぱりあの話しかけて来られたりして、多分こういうところだったら自然にそういう会話もできるんじゃないかなと思うんですけど、東京にいたんですけど、東京にいる時はやっぱり気にしててなかなかそういうところ行きづらかったんですけど、サウナもそうですし、気にしなく入れるかなと思っています。現在では乳がん経験者向けに開発された入浴着もあり、着用が認められている施設も増えています。しかし普及にはまだ課題も残されています。最初の頃ちょっと使ってましたけど、かえってなんか人目引いちゃう感じ。私乳がんですっていうのを言ってるようなもので、逆に目線が気になる感じがあったので、まあいいと思います。あの浴衣を着て入ってもいいですよっていうふうにはしてるんですけど、なかなかそういう方たちも、まあ、見られないっていうこともあったので、まあその方たちがもう気にせずで入っていただきたいなとは思ってます。まあ、私だけの力ではできないので、まあ、今回も業者の方とかスタッフの方の協力があって、まあ、あのメンテナンスが本当でしたら2日っていうのがあるんですけども、それを1日半で終わらせていただいたりしているので、まあ、次回は川中島温泉も7月ぐらいにメンテナンスがあるので、そういうところでも、まあ、良ければ実施していきたいなと思ってます。私たちのお風呂だけではなくてね、皆さんこういうふうにやっていただければ、まあ、いろんなところが入れるっていうのはぜひ皆さんにも協力してもらいたいなと思いますね。今回の売り上げはすべてがん患者の支援団体へ寄付されます。